いよいよ帰国です。はい、ということで皆さんこんにちは、そこしゅうです。さあ、もう長きにわたってお送りしてきたこのニューヨーク編も今日で帰国です。あっという間に過ぎます。まだまだ行ってないところがございますということで、2週間行っても行けないのかということに非常に驚いているわけなんですが、またね、近々来ようかなというふうに思っておりますので、まあ、朝岡のね、今日は恒例のニューヨークシーズンということで、ここからは復活していろんなペースでお届けできると思いますし、今後ね、アメリカのニューヨーク以外の場所もほとんど回っていきたいなというふうに思ってますので、ぜひ楽しみにしていてください。ということで今回は帰国編ということなんですが、皆さんアメリカから日本に帰るときのですね、出事項、これはですね、出発前72時間以内の PCR 検査の陰性証明が必要なんですよね。ここがですね、また出国の時と同様ネックでございまして、まあ、アメリカで行けると大体200ドルとか300ドルとかしちゃうんですけど、朝岡今回無料で帰ります。こういうところをケチるためにディグルのがめちゃくちゃ好きなんですけれども、朝岡行きは1900円、帰りは0円で帰ろうという熱い心をね、貫き通そうというふうに思ってますんで、今回ねこれやっぱもう2万円浮くだけでだいぶ、変わってきますので、一見情報でございます。まずはそちらの様子からお届けしたいと思います。さあ、ということでですね、お送りしてきたニューヨーク編もですね、いよいよ帰国編ということで、非常にまだやり残したことも言ってないところもたくさんあるんですけれども、まあ、またねリベンジということでですね、近々で行きたいなというふうに思ってますが、今ですね日本に帰るにあたって出発のね72時間前までの陰性証明というものが必須になってます。でこれまたねすごい高いんですよ。こっちだとね、翌朝出るものとかだと2万円とか3万円とかしちゃうんですけど、僕は今回無料で絶対帰りたいなというですね、ケチ魂炸裂しましてですね、その方法を見つけましたんで、ここでねシェアしていこうかなというふうに思います。このねテストはね48時間以内っていうですね、結構時間が長くて、出発までにね余裕のある方のみ限定っていう感じなんですけれども、とあるクリニックですね、日本のね規定のフォームにもしっかり記入してくれるような、これで日本に入れるようなですねフォームにして、しかも無料というところを見つけましたのでご紹介したいと思います。それがこちらでございます。はい、それがこちらのクリア MD というですね、何店舗もねあのニューヨークの中にはあるんですけれども、ここでね無料テストやってくれるんで行ってみましょう。さあ、ということで今検査してきたんですけれども、ちょっとヒヤッとしましたね。あの保険入ってるかって言われて、あの僕海外保険はもちろん入ってますし、空港で入ってたんでそれ見せたら大丈夫だったんですけど、これ、ね、保険ないと無料ではフォーム書いてくれないらしいです。海外保険、あの空港とかで必ず皆さん入っておくようにしましょう。じゃないとこの無料の検査できないらしいので、あとはね48時間以内に、結果が来るので、まあ本当72時間以内に突入したらすぐここに検査しに来てですね、で日本のねフォームに関してはピックアップ、ここに取りに来なきゃいけないんですよ。結果は E メールで来るんですけれども、その入国の際に必要なフォームはですね、ここに取りに来なきゃいけないので、まあその点ね時間に余裕がないとギリギリで結果もらってもここにピックアップしに来なきゃいけないので、まあそこだけ一つ注意かなというような感じですね。そのフォーム自体は E メールで送ってくれないかって言ったら、それはダメだというような感じだったので、そういう意味ではちょっと余裕を持ってね、あの3日前ぐらいからあの検査して取りに来れるような時間を組むのがいいと思います。ということで、あ全然痛くなかった、俺もっと怖いもんだって PCR 聞いてたんで、もう戦々恐々としてたんですけど、全然すごくうまかったです、あのやる方がね。ということで嫌な嫌な COVID 検査を終えて、とりあえずは48時間待ちたいと思います。ということで検査に行ってきまして、無事ですね陰性証明の方もですね、メールで今回ねなんかね24時間で来ましたね。だいぶ早かった、48時間以内って思ってたんで、
2日以内に来ればなーなんていうふうに思ってたんですが、なんと1日で結果が出まして、かつ無料であるということで、で日本のね、規定の、フォームはですね、もうすでにこのクリア MD というですね医療機関の方でフォームは持ってるんで、コピーしてからって大丈夫でした。日本のフォームに書いてほしいということをですね伝えると、結果が出てからですねピックアップしてきてねというふうに言われますので、メールでね陰性の結果をもらって、そこからねお店にもう一回取りに行くと。まあこの手間がありますけど全然いいでしょう、無料なら。それぐらい僕はかなりおすすめしたい方法でございます。僕無料です、しかも陰性でした。なのでこれで満を持して帰れますんで、ここからは空港の方に向かいたいと思います。いよいよこの Airbnb の場所ともお別れですね。しっかり荷造りもしまして、寂しくなるぜ、また来るぜ。空港まではですね Uber で行こうと思ってます。さあということで、ジョン・ F ・ケネディ空港に到着いたしました。ということで見てくれよこれ、こっちはカートにも金かかるからな、いやなっちゃうぜ。さあこれで行きましょうか。これでまずはチェックインですね。さあということで、こちらがジョン・ F ・ケネディ空港の出発ロビーでございますね。広いね。こちらでございまして、帰りも JAL でございますんで、こちらでチェックインしていきたいと思います。心配なのは荷物の重さが消化してないかどうかですね。トランということで無事チェックインできましたが、危なかった。僕超過してましたね、トランクの方が。多分スニーカー2足分ぐらい重かったんだと思うんですけど、もう一方のねカバンの方が23キロまでなんですけど、あの黒いカバンの方が20キロで、トランクが25キロぐらいだったんで、まあプラマイでいいよみたいな感じで、僕がちょっと悲しそうな顔したら優しいお姉さんがなんとか取り繕っていただきました。よかった。これオーバーすると1万円ぐらい取られちゃいますからね。ということで、機内の持ち込み機材はこんな感じなんですが、まだね時間がスーパーあるのよ、3時間ぐらいあるんで、まあ、ちょっとご飯食べつつ編集して待ってますかね。で一応今回ねダウンロードしなきゃいけないアプリがいろいろありますね、はい、これを渡されました、チェックイン時に。さあここからはアメリカのめちゃめちゃ厳しい出国検査に行きたいと思います。小腹が減ったんでね、もうここクソ高いんですけど、サンドイッチをいただこうと思います。このねハムサンドイッチ、でもこっちはねパンサンドイッチちゃんと焼いてくれるからいいっすよね。たらうまそうです、いただきます。さあということで無事搭乗いたしまして、めちゃめちゃ空いてますね。帰りは逆に日本の入国審査が厳しいというところもあるとは思うんですけど、ほぼね隣も全然いませんし、かなりスカスカな状態です。こんな感じです。ということでここから14時間のフライトで帰りたいと思います。飛行機の中でも編集したりね、まあ、機内食食ったりするんですけど、無事ね日本に着けるようにということで、また着いてからが長いんですよね。まあしょうがない、離陸が楽しみですね。頭からかぶり留め具をかけ、脱出時の正しい姿勢です。
照り焼きです。うまそう。そしてお供はこいつ。いただきましょう。で、こちら成田空港の方に着きましてですね、これから検疫ですね。ちょっと空港の検査どういう感じかわかんないですけど、長いね。さすがに10時間答えましたけど、とりあえずこれから検疫の方を取って日本に入国したいと思います。すごいな、なんかパイプ椅子が大量にありますね。こうやってみんな一列に座って検疫を待つ感じですね。さあ、ということでお家に帰ってきました。いや、見てください、このお久しぶりな感じの背景になっておりますけれども、無事2週間ほどのですねニューヨーク旅を終えて無事帰国しまして、お家にも着きましたが、いやもうね、何が一番大変だったかというと、あの帰りの検疫ですかね、日本の検疫はめちゃくちゃ時間かかりましたね。着陸してから多分3時間後ぐらいじゃないですかね、僕が解放されたの。もっとかな、夕方のね5時前ぐらいに着陸自体はして、で僕空港出たの8時過ぎとかだったと思うんで、3時間ぐらいは軽く拘束されてたからと、まあかなり厳しかったですね。まあ書類のチェックも本当何回するんだってぐらいされましたし、まあ、あとはねコロナの検査なんかもあってですね、時間かかったわけなんですが、一番大変でしたね。もう汗だくになりながら、もう荷物も多いんで、もうその度に歩いて移動してっていうのがもうめちゃめちゃ大変だったんですけど、まあ、無事結果も陰性ということでですね、入国できましたし、僕はねワクチン3回打ってたので、隔離もなかったですね。なので、翌日から動けるよという感じなんでございますけれども、まあ最初から最後までいろいろある、ニューヨーク旅でございましたが、無事何事もなく帰国できまして、このニューヨーク編ご覧いただいた皆様本当にありがとうございました。まあ2年前行ったねニューヨークとはまた違う景色も見れたと思いますし、何より取り上げるトピックがもう多分何倍も増えててですね、まあ各動画かなり長い動画にもなってたと思いますし、まあ見応えは、ね、多分あったと思いますけれども、かなり見るのにも体力いるような動画ばっかりで申し訳なかったんですけれども、まあ、お楽しみねいただけてたら非常に嬉しいなというふうに思いますし、まあいよいよね外国とかも行きやすい環境になってきましたので、まあ、ニューヨークはねもちろんのこと、アメリカの他の場所だったりだとか、アメリカ以外の国もねどんどん行きたいなというふうに思っておりますので、ぜひ今後も楽しみにしててください。さあ、そして、今回のですねニューヨーク旅と連動したですねポップアップがですね、いよいよ今週末から開始です。今週のですね土日、横浜での開催を皮切りにですね、翌週は名古屋に行ったりということで、今回はね2カ所での開催なんですが、今回初っ端の横浜開催場所がですね、いつもの、ラファエット横浜店ではなく、なんと横浜にね住んでる方だったら、まあ皆さんご存知、あのビブレでですね、やることになっております。ビブレの1
階でポップアップ開催でございますので、場所だけねお間違いないようにという感じなんでございますけれども、当日はね整理券をお配りしますので、概要欄の方にですね注意事項をまとめておきますので、ぜひチェックしてみてください。今回はねこのラファエットとサンプルズのコラボアイテムはもちろんのことですね、買い付け品だったりだとか、あとはですね今回会場でですよ、カスタムサービスもやろうかなと思っております。これはね多分横浜限定にはなっちゃうと思うんですけれども、僕がねこのキャップを買ったリッツで経験したようなですね、こういう刺繍サービスなんかもですねやろうかななんていう風に思っておりますので、まあめちゃくちゃ内容盛りだくさんのエンタメ満載のポップアップになると思います。ぜひお近くの方お誘い合わせの上遊びに来てみてください。詳しくはね概要欄の方に載せておきますので、ぜひチェックしてください。いや何はともあれ無事ね旅を終えられたということとですね、もう本当にやっぱり刺激になりましたね。自分がものづくりする上での刺激ももちろんそうですけれども、やっぱり旅はですね人生を豊かにしてくれるということを本当に実感しましたし、常にねやっぱニューヨークの情報とかもチェックしてましたし、向こうの景色とかね写真とかで見れてたんですけど、やっぱ自分のね体でね行ってみて感じるということはですね本当に大事ですし、やっぱ匂いが違いますよね現場に行くと。そういったものも含めてですね、今回本当に楽しい有意義な旅になりましたし、まあ、定期的にねこの海外企画をやっていこうかなというふうに思いますので、今後もぜひ楽しみにしててください。それでは今回の動画面白かったと思ってくださった方は、ぜひ高評価のグッドボタン、そしてですねチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next movie! じゃねー。My heart was pumping to the beat.